カサーアンベイは、アメリカ海軍の護衛空母、カサブランカ級航空母艦の15番艦。カサーアンベイは1942年8月20日に、アッコブマイナス69に分類され、1943年10月24日に、クブマイナス69として合衆国会議委員会の、契約ゲワシントン州バンクーバーのカイザー造船所で、RW モース夫人によって浸水する。 1943年12月4日に海軍に引き渡され、同日ビーグロー艦長の指揮下収益する。カサアンベイは12月下旬に調整を終わり、1944年1月8日に、真珠湾向けの航空機と貨物を輸送する任務に就くため、サンフランシスコを出港した。任務終了後、カサアンベイはサンディエゴに寄港の後、ノーフォークに向けて出港し、 2月28日にノーフォークに到着してオーバーホールに入った。5月28日オーバーホールを終えたカサーンベイはスラギ及びミッションベとともにニューヨークを出港しカサブランカへ向けての航空機と貨物の輸送任務を行った。きとカサーンベイらは5月29日に U-549 によって撃沈された。 ブロックアイランドの生存者342名を救助して6月17日にニューヨークに帰島した。6月30日、カサーンベイはロードアイランド州クオンセットポイントを出港し、7月10日にオランに到着。7月の間、カサーンベイは来るドラグーン作戦のための演習を繰り返す一方、地中海での対戦紹介と航空任務に従事していた。 8月12日、カサーンベイはマルタを出撃し、3日後には南フランス沿岸部に到着。カサーンベイの航空機は、ドイツ軍陣地に対して爆撃や機銃装車を行い、多数の車両や戦車を破壊した。反撃に出てきたドイツ機2機は、カサーンベイなどの対空砲火で撃墜された。8月30日、カサーンベイは戦場を後にして、 オランに寄港した後9月6日に出港し、9月18日にノーホークに帰島した。カサンレイは10月にカサブランカへの再度の航空機輸送任務につき、任務終了後は太平洋艦隊に配置外となり、1945年1月2日にサンディエゴに到着した。1月中は高速空母任務部隊の空母搭載機の補充二十字紙、新十腕、グアム及び、 うるしい干渉にて航空機の入れ替えを行った。カサン米は2月14日に新珠湾に帰島後、6月上半期までの間は補充された航空機とパイロットの訓練に従事した。その後、秋に予定されていたダウンホール作戦に備えて、マーシャル諸島とマリアナ諸島間の補給路で対戦紹介を開始した。8月15日に日本が降伏すると、カサン米は グアムアプラ港に到着。福音兵機関のマジックカーペット作戦に参加して、機関第一陣のベテランの福音兵グループを乗せて9月13日にサイパン島を出港し、9月30日にサンディエゴに到着した。次の3ヶ月の間は、フィリピン方面の福音兵輸送任務につき、ハワイとフィリピンの間を3往復した。カサーン米は12月8日に、 サンフランシスコへ帰還し、1946年1月29日に東海岸へ向けて出港して2月22日にボストンに到着する。1946年7月6日に退役し、大西洋予備役艦隊入りする。予備役艦隊で保管中の1955年6月12日に、K、K-69 へ艦種変更される。 カサーアンベイは1960年2月2日にスクラップとして売却された。カサーアンベイは第二次世界大戦の戦考での一個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。